日本貨物航空株式会社は日本の貨物専門航空会社。日本の総合物流企業である日本優先グループの空運部門を担当する国際線貨物専門航空会社である。成田国際空港を拠点とし、機材はノーズカーゴドアを持つ大型貨物専用機ボーイング747から8回に統一されている。一般航空貨物を輸送する。 貨物専門航空会社としては、世界有数の運航希望を誇る。2020年現在は、ボーイング747から8回のみの運用となっている。2018年現在、NCA の機材は、以下の貨物機で構成され、日本籍のボーイング747型機を運航しているのは、同社のみである。2018年10月31日をもって、 ボーイング747から400回は全機退役となり、日本の航空会社からボーイング747の400回が完全に姿を消した。2014年に旅客運航から最後のボーイング747から400型機が退役し、日本政府専用機も後継機としてボーイング777から 300ER 型機が選定されたことにより、 日本の航空会社からボーイング747型機がなくなる可能性があったが NCA がボーイング747から8回型機心臓機を受領し2012年に運航を開始したためしばらく日本籍のジャンボジェットがいなくなる事態は避けられる状況になっている新しい塗装のボーイング747から8回当初発注していた14機は 導入に先立ち、機体記号が予約登録された。カスタマーコードは、すべて -8KZF である。カーゴルックス航空とともに747から8回のローンチカスタマーであり、ボーイング社への開発協力を行っている。日本赤を有する初めてのボーイング747から8型となった。2015年9月4日に、日本優先は変化の大きい。 国際貨物航空市場に柔軟に対応すべく連結し会社である日本貨物航空の機材規模を見直した結果発注済みの機材のオプション分6機うち4機をキャンセルすることでボーイング社と合意さらに2017年3月24日にはオプション分に2機の発注をキャンセルしこれによりオプション6機がすべてキャンセルとなり ボーイング747から8回は導入済みの8機で官能となった。全日本空輸が保有するエアバス A380 と共に日本の航空会社が保有する民間航空機としては数少ない4発エンジン装備機である。ANA グループであったことから ANA の旅客機を回収した機材を保有していた他機体の塗装も ANA のトリトンブルー。 モヒカンブルーを使用したものだった。日本貨物航空のボーイング747の400回機体記号後の、かっこない数字は、導入順。1985年就航以来、事故による、損失期はない。ありがとうございます。